かりやると痩せやすい体になります。はい、皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。いつもこのエアリースタジオチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございます。今日はこれをしっかりやって痩せやすい体にしていきましょう。はい、ではレッスン開始いたします。50代になりましたナシームです。ではね、今日はね、まずここのあばら骨の筋肉と筋膜を剥がすところからいきたいと思います。意外とねバリバリになってね、こう動かなかったりしますので、しっかり動かしてください。今度は下のあばら骨ですね。これも優しく、あまりね力を入れすぎないようにしてくださいね。あばら骨細いですからね、しっかりほぐしてあげて、で今度はこのね肋骨、こういう形しておりますね。これをちょっとあまりこう強くやらないようにぐりぐりやっていきます。で自分の体ですのでね、ぜひ触って確認してみてください。でこの後ろの部分もしっかりね優しくマッサージしていきます。今度は腹直筋の低支部ですね。ここを上下にグリグリしたり、今度は回したり、これねやったことないと思うんですけれども、結構気持ちがいいですよ。で見てください。はい、では基本の姿勢ですね。まず肋骨に手を置いてから呼吸します。鼻から吸ってゆっくり吐きます。ふーっとね息をすべて出し切ってください。出し切ったらまたもう一回鼻からぐーっと吸って、肺が膨らむと両手が少し離れて、そして呼吸を吐いて、全部吐き切ると手が近づいてくる、ね、この肺の動き、肋骨の動きを感じてみてください。こういうね大きい呼吸でなかなかね今しない方が多いですから、しっかりやっていきましょう。まず腹横筋のインとアウトですね。このインとアウトしながら吸って吐きます。アウトした時に吸って、インな時に吐きます。このペースはご自分のペースでやってみてください。ふーでね、今度はスライドします。今日は、とにかく呼吸に意識を向けていきます。まあね、呼吸をねしていると息が上がらなくなるんですね。逆に言うと呼吸が止まってしまうと息が上がってしまいます。なのでこう踊り終わった後にもうぜいぜいはは言ってしまう人はね、呼吸が止まってる可能性が高いですからね、しっかりね無意識に呼吸ができるように、無意識に呼吸が止まる方が多いんですけれども、無意識に呼吸ができるように息を吸っていきます。さあ今度はアンジュレーションしながら吸って吐いていきます。吸ってふーで吐きます。吸った時にぐるっと回して、吐いた時に下に流すですね。速さはご自分の好きな速さでお願いします。でね、これねしっかりね吐けば、吸ってしっかり吐けば息がねまた入ってきます。空気が入ってきますので、まあ、しっかり吐いてください、ね、マスク生活で今ね本当に呼吸が浅くなっておりますのでね、この呼吸をしながらこう横隔膜とても動くんですけれども、この横隔膜が動くとどうなるかというとですね、自律神経が整えられて代謝がアップします。脂肪燃焼、血行促進、免疫力ももちろんアップして、冷え性も改善します。もういいとこずくめで、いいところしかないので、ぜひね横隔膜動かしてください。ここね横隔膜が本当にうまく使えない方が今多いですね。浅い呼吸の人、眠りも浅くなります。しっかり吐いて、今日はこのね、動きよりも呼吸にとにかく意識を向けてください。こう慣れると本当にね、無意識に呼吸ができるようになるので、どんなに激しい踊りをしても息上がらなくなってきますからね。安室奈美恵ちゃんみたいなね、歌いながら踊れる日が来るかもしれないです。さあ
ても呼吸をするんですね。うまくこの横隔膜を使って腹式呼吸をしっかりやるようにすると、本当にね、体のね、指先が冷たかった指先が温まってきます。本当にベリーダンスって最強だなって思います。これをやらない手はないと思いますのでね、ぜひやってみてください。マイヤーですね。手血行が良くなって、体がね、ね、燃えてきて、本当に痩せやすい体になります。ぜひこれをお試しください。わからなくなったらもう一回ここに手を置いて、しっかりとにかく横隔膜意識してみてください。いかがでしたでしょうか。今日は呼吸について取り上げてみました。今までやってきたベリーダンスエクササイズを、今日やった呼吸の仕方をやって再チャレンジしてみてください。本当に体変わります。生徒さんでもやっぱり、ね、無意識に呼吸が止まってる方結構多いんですよね。やっぱり呼吸が止まると動きがカクカクになるんですよ。カチ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 しちゃうんですね。アンジュレーションなんかもこれ滑らかなこうアンジュレーションにならないで、カク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 ってこう息止めるとなりがちなので、しっかりね呼吸をして、ベリーダンスを楽しんでいただきたいなと思います。で、今日はね、なんで呼吸を取り上げたかというと、ダンスの時に苦しくならないんですかっていう質問があったんですね。で、とても良い質問だなって思ったので、今日ちょっと取り上げてみました。今ね、こうマスク生活で呼吸がね、浅い方が本当に多いんですよね。呼吸が浅くなるとどうなるかっていうと、自律神経が乱れやすくなってで、なんか不安な気持ちになったり、イライラしたりですとか、血流が悪くなってしまうんですよ。で、しっかり呼吸をすることで横隔膜も動きますし、腹式呼吸ですね、横隔膜をよく動かしてください。そうすると血流が良くなるんですね。体全体が温まってきます。今寒い時期なので、指先とか寒いなっていう方は呼吸しっかりやってみてください。横隔膜をうまく使えない方が痩せにくい体になってしまいますので、しっかり動かしてください。しっかりここを一回ほぐしてから呼吸やってみてください。ワンポイントアドバイス、私はこのレッスンの時に呼吸はもちろんしてるんですけれども、寝る前にこの呼吸をやってます。前にもね、一回ご紹介したと思うんですけれども、寝ながらやると余計にこの肋骨がね、こう浮き上がってくるので分かりやすいです。4で吸って一旦止めてから10でゆっくり吐くっていう感じ。3回ぐらいで私もコロッと寝ちゃうんですけれども、それをやらなかった日はやっぱり眠りが浅いんですよね。寝る前にもぜひやってみてください。ということで、今日は横隔膜を動かす腹式呼吸で、血流を流して体を温めて痩せやすい体にしていきましょうというレッスンでした。高評価ボタンとチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録の方お願いいたします。ベリーダンスレッスンで楽しく美しく、そして健康的になるレッスンを毎回上げていきたいなと思っていますので、チャンネル登録の方お願いいたします。1分動画も上げておりますので、一緒にやってください。今日は呼吸でした。また来週もお楽しみに。